今宵はプログラムを変更して皆様に新しいメンバーを紹介します。彗星のごとく現れた新人ダンサー、その名もブルーアイ。花形スターの誕生だよ。もっとも本名は出せないけどさ。大事な一人娘を客前に出したとバレたらブルーメル家が怒鳴り込んでくるだろうからね。では美しい極上のブルーサファイアを見ているようですな。おやロランス卿、ご無沙汰だったね。いやいや、ちょっと宝石の買い付けに行っていましてね。帰ってきたのは昨日ですよ。お、君は確か大神くん。市場でお会いしましたね。宝石商のロランスですよ。なんだい、もう知り合いかい。せっかく紹介しようと思ったのにさ。ま、いいさね。ところでロランス卿、今回の獲物は何だ？やっと手に入れたんですよ、あの幻の巨大ルビー、赤い少女の涙を。これがそうです。見事な輝きでしょう。これは見事なもんだね。ロランス卿が手に入れるのに必死になるのがわかるよ。今コンコルド広場で開催中の宝石展で特別に展示しようと準備していましてね。公開されたら店の子たちを連れて覗きに行こうかね。大神、その時は。何言ってんだい、留守番に決まってるだろう。
相変わらずマダムは人が悪いですな。相変わらずは余計だよ。それじゃロランス卿、ゆっくりしていっておくれ。過ぎて赤い少女の涙をなくさないようにね。行くよ、大神。ところで、あんたに調べてほしいことがあるんだよ。それは。ここにいましたか。探しましたよ。エビアン警部、どうしたんだい、血相変えて。何があったんだい。最近宝石が盗まれる事件が相次いでおりまして。グランマも大きな宝石を多くお持ちなので。そんなことぐらいで走ってきたのか。私なら大丈夫さ。ですが、注意はしておいてください。では失敬。警部、大変。で、話の続きだけど、もう分かっただろ。関係あるけどちょっと違うね。警部の言ってた宝石盗難事件のことだよ。噂によると不気味な女が宝石を奪っているらしくてね。ああ、そうかもしれないね。それで、あんたにはこの辺りを見回ってもらいたいの。それじゃ、しっかりと頼んだよ。
ここまで来ればもう安心ね。その通りだよ。だけどバレちまったし、もう潮時のようだね。あ、ママお帰りなさい。どこ行ってたの？大神さん、コクリコが。何？どうしたの一郎？クリコは私がいただくんだよ。かわいいコクリコ。ママのために人質になってちょうだい。優しい僕のママだよね。答えてよママ。見せてあげるわ。これがあなたの愛したママの本当の顔だよ。一歩でも動いたらこの子の命はないよ。動くなと言ったろう。この子を殺してもいいのかい。コクリコ、お前は大事な人質だ。いつまでも私のそばにいな。
お前、笑ってるのか？僕、どんなに悲しい時でも泣かないんだ。泣いても辛いことはなくならないもん。なんだいこの光は。だから僕は笑うんだ。悲しい時ほど笑うんだ。辛い時ほど笑うんだよ。ねえ一郎、僕笑ってるよね。
一郎。僕。本当言うとね、さっきから起きてたんだ。みんなの話聞いちゃった。頑張って笑ってたのに、一郎はみんな分かってたんだね。分かってた。だね。一一郎。
少女の涙を渡した方がいいと思うけどね。くれてやるわけにはいかん。ならいいんだよ。あんたごと食べちまえばいいことだしね。何？誰だ？ハリ歌劇団参上！ハリ歌劇団だと？Thank you.
一郎の声は僕に力をくれるよ。
だまだ。Thank you.
まだまだ。ぐらいでいい気になるな。
あ、私は大丈夫だが、あそこに。あのオベリスクにまだ赤い少女の涙が。赤い少女の涙はこのピトン様がいただいたよ。なんだいこれは。赤い少女の涙じゃないじゃないか。グリシーヌさんが言うほど足手まといになってませんよ。まあ少しは役に立ったな。私たちのこともよろしくね、コクリコ。よろしくな。はい、こちらこそよろしくお願いします。くそ、あのガキ、いい思いをさせてやったのに、この私をバカにして。お前らだけでも締め殺してやる。この蒸気銃、ベルスーズでね。
了解。You